いや、初めてねローマ字版の三蔵経を拝見しまして、もう本当にびっくりというか心を打たれましたね。でそれは最初に本当にびっくりしたのは、タイの人たちがこういうその三蔵経という、もうこれは人類の、まあ、いわば宝物みたいなものですね、それをこういう形でですね作り上げたというのに、私は最初本当にびっくりというか感銘しました。でそのやはりそのそれもこれ大勢の人がですねこうですか協力し合って、しかも政府やいわゆる公のお金を全く使わずに、いただかずにですね、民間の人々の、まあ、力と、でですねこういうものを作り上げたというのは本当に心が打たれましたね。タンマソサエティというその民間の団体が中心になって、しかも大学やそういったいろんなところの人が協力して、こういうことをタイの人がこんなこと、まあ、私にとっては本当に素晴らしい事業を成し得たというふうに思っていますね、はい。その三蔵経ローマ字版という事業がですねこうできた背景には、歴史的背景にはちょうど120年近く前だと思いますけど、ラーマ5世時代にですね、実はラーマ5世王がその時はタイ文字ですね、シャム文字でその三蔵経を印刷して、そして世界、30カ国ぐらいですかねにこう贈呈したということが、あると思うんですね。その背景があって初めて今回また、まあ、同じような、 なんかヒントがおそらくラーマ5世時代にあって、今それを、がまた同じようなことができたと思うんですけど、私はびっくりしたのはラーマ5世というその時代にですね、ちょうどタイがヨーロッパの植民地勢力がアジアへ進出してきた時代ですから、なぜラーマ5世王は三蔵経のシャム文字版を作って、ヨーロッパはじめ日本も含めましてですね、その多くの国に贈呈したかというと、やはりそれはただ単に宗教の問題ではなくて、やっぱりどちらかというと私は外交に力点があったというふうに思いますね。つまりアジアの中のシャムという国は印刷技術非常に素晴らしい、こんな製法もできますよと、ちゃんとした国ですよと、文明国ですよと言ったことを外国に知らせたかったんじゃない、発信したかったんじゃない。でその後本当に最初にそのおそらく何年、2、3年後ですか、その三蔵経を贈呈した後ヨーロッパに旅行されてますもんね。本当にそれはまさに今回もおそらくこの三蔵経というのはただ単に今度のはもちろんローマ字で本当に国際版なんですけど、ただ単に宗教の布教とかいうことではなくて、仏教の布教ということではなくて、おそらくタイの人の英知やタイの人がいかに平和を望んでいるかということを世界に向けて発信しようというふうに思って作られたんではないかというふうに感じました。